じゃあ前回と同じくブレインストーミングからやっていこうか。議題はイベントのコンセプトと内容面でのアイデア出しから。俺たち高校生への需要を考えると、やっぱり若いマインド的な部分でのイノベーションを起こしていくべきだと思う。そうなると当然俺たちとコミュニティ側のウィンウィンな関係を前提条件として考えなきゃいけないよね。戦略的思考でコストパフォーマンスを考える必要があるんじゃないかな。今これ何やってんの？そう、もう向こうがいろいろ提案してくれてるんですよ。ほう。みんな、もっと大切なことがあるんじゃないかな。ロジカルシンキングで論理的に考えるべきだよ。それ同じこと言ってんじゃねえのか。何回考えちゃうんだよ。お客様目線でカスタマーサイドに立つっていうかさ。だからそれ同じこと言ってんじゃねえのか。何回客になってんだよ。ならアウトソーシングも視野に入れて。今のメソッドだとスキーム的に厳しいけど、どうする？一旦リスケする可能性もあるよね。もっとバッファーを取ってもいいんじゃないかな。ああそうだね、全体をよく見たい。大体どんな感じか分かりました？いや、何も分かんなかった。でどっちも見れるとか、お客さん的にも超お得じゃないですか。ただセパレートするとシナジー効果が薄れるし、ダブルリスクじゃですよね。でも予算的なのってあるじゃないですか。それはみんなで考えていこうよ。そのための会議なんだし。それアグリ、アグリ、アグリ、それある。あのちょっといいかな。二部構成にすることに反対の理由って何？反対ってわけじゃなくてさ、ビジョンを共有すればもっと一体感を出せると思うんだ。イメージ戦略の点でも合同イベントの大枠はマストなんじゃないかな。合同でやる必要ってあるか？もちろん、合同でやることでグループシナジーを生んで大きなイベント。シナジーなんてどこにもないし、このままだと大したことできないだろう。なのになんでまだ形にこだわるんだ？コンセンサスは取れてたし、グランドデザインの共有もできてたわけで。あれ、それある。違うな。自分はできると思い上がってたんだよ。だから間違っても認められなかったんだ。自分の失敗をごまかしたかったんだろう。そのために策を浪した、言葉を浪した、現地を取って安心しようとした。間違えた時誰かのせいにできたら楽だからな。これって単にコミュニケーション不足なだけな気がするけど、一度クールダウンの期間を置いてもう一度話し合いを重ねれば。アグリ、確かにそう。ごっこ遊びがしたければよそでやってもらえるかしら。さっきから随分と中身のないことばかり言っているけれど、覚えたての言葉を使って議論の真似をするお仕事ごっこがそんなに楽しい？曖昧な言葉で話した気になって、分かった気になって、何一つ行動を起こさない、そんなの前に進むわけがないわ。何も生み出さない、何も得られない、何も与えない、ただの偽物。良きの、これ以上私たちの時間を奪わないでもらえるかしら。あ、無理に一緒にやるより2回楽しんでもらえるって思った方が良くない？それぞれの学校の個性とか出るじゃん。で